の続きでございます。前回の URL はですね、概要欄、説明欄に貼っておりますので、そちらの動画をまず見ていただけたら嬉しいです。ほったらかしじゃない、なんだっけ、いつも間違えるんだよな。ふもとっぱら、キャンプ場に来ておりまして、いろいろトラブルがあって、6時までに戻んなきゃいけないということになり、あの買い出しに行けなかったっていうオチですね。買い出しに行けず、結局セブンイレブンで全て買い物を済ませるという流れですね。で今ね、結構時間ギリギリでふもとっぱらに戻ってる最中ですね。あの途中雨が降ったりだとか風も強かったんで、我々の拠点がね吹っ飛んでるんじゃないかなっていう心配がありますけれども、楽しみですね。では一回ですね、我々の拠点に戻ります。デイ、戻ってきました。いろいろ無事でしたね、なんだかんだね、よかったです。で、なんと見えますか、富士山がやっと見ることできました。赤富士ですね、赤富士、綺麗。これ増えたかな、来た時よりも、変わってないかわからないですね。どちらにしても前回来た時よりも圧倒的に多い。いいですよね、炊事場ね、たまらんすよね。今から歯磨きます。歯磨いてもう晩飯の準備ですね。あ、寝床の準備してなかった。今車の中に寝床を作ってます。ベッドですね。やっぱめんどくせえ、これすごいめんどくさい。あらららら、手間がねすごい。はい、ふかふかなベッドの完成ですね。前回よりねふかふかにしてます。寝てみるか一回ね、試しにね。これはすごい、その辺のねホテルよりふかふか、綿あめよりふかふか。これは寝るのむしろ楽しみ。え、すごっ。現在7時過ぎですね。ある程度もうね準備も整ったので、今日の晩飯紹介します。もう皆さんでね欲しいものを適当に取りましょうという感じで取ったら、基本的になんか酒のつまみになりましたね。ただスミレとかはね、お腹を満たすものも一応買っております。久しぶりにね使うキャンプギアとかも多いんで、意外に手間かかるかもしれないですね。お腹すいた。スミレのチャーハンを炒めてます。この今チャーハン炒めてる音で聞こえないと思いますけど、雨がね、なんと、ポツ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 、タープにね、降ってますよ。いい音ですね。ちょっとソーセージがね、トリソーか。なかなか火通んなかったんでね、こんな可愛いこと待ってますよ。ちょっとグロテスクですね。完成かな？完成です。スミレのチャーハンに、チョリソーとエビチリを乗っけた、究極セブン飯キャンプ飯でございます。くっそうまそう。ではいただきます。このねスミレのチャーハンもともと美味しいんだよね、すごく。うん、やっぱりすごく美味しい、スミレのチャーハンだけでも。そしてこのチョリソーね、あっちゃ、うん、サクサク聞こえよ。うまっ。さらにエビチリ三つ同時にいっちゃいますよ。やばい、超うまい。皆さん家族入ると助かるって。うまい、うまい。これね見た目悪いですけどね、焦がしちゃったりしましたけど、冗談抜きでね、本当に今までのキャンプ飯のねベスト100に入るぐらい美味しいですね。
そして鍋焼きうどんを同時進行で固形燃料を使って作っていきます。もう結構完成しそうな勢いですね。だし巻きもね、普通に優しい味で美味しいですよ。あれ、これ音聞こえます？ちょっと耳すまして。結構雨が、いつもだったらね、ここでビール飲むんですけど、今の究極飯はね、体が求める酸っぱさ、キリートレモン飲んだらすごく美味しくて、こっちばっか進みますね。これビール飲むタイミング逃しましたね。鍋焼き完成。焚き火も開始しちゃいました。今日は炭がないんで、あっという間に焚き火は終わるでしょうね。でね、寒い、もう15度とか15度以下とかかもしんない。やべえ、恵比寿買ってた。恵比寿ね、そこまで好きじゃないんだよね実は。あれ、何と間違えた。プレモル急いでたからね。ま、いただきます。あ、これはうまい。このエビスは好きだわ。琥珀エビス、うまいうまいうまい。ねえ、これうますぎる。うん、超うまい。ま、酒進む。ではね、久々の試写も置いていきますわ。ちょっと軽く温める程度でね。すいません、映像ぼやけるかもしれないですね。なんかやっぱりさ、LED ランタン安いやつ買ったらもう1年でね、明かり全然持たなくなりましたね。これはね、安物買いの銭失いしましたね。はい、試写も綺麗。熱っ熱っ熱っ、息がいい、すっごい息がいい、息がいい、すっごい、まだ生きてる。あか、焚き火があったかい、気持ちいいわ。やはりまだ眠いですね。ここで眠りそう。ビールもね、一杯しか飲めてないですね。もう9時ぐらいですけど、眠い。久々に焚き火の前でじっくり酒飲んでますね。これですよ、これ。この時間を求めてたんですよ、私は。あー、最高だわ。車の中来ました。なんだろう、このカプセルホテル感。もう今日ちょっと疲れちゃったんで、空付け全くしてないですね。明日朝起きてから空付けすごい大変ですね。では私は一足先にお休みさせていただきます。おやすみなさーい。おはようございます。現在なんと朝の5時前ですね。起きてしまいました。私昨日10時ぐらいかな、俺は。でね、多分3時とかに起きちゃって、どうしようどうしようって思ってたら、もうね、夜が明けてきて、朝露っていうの、夜露っていうの、これびっしょびしょ、大変だな、乾かすの。見てこれ、本当にね、雨でも降ったかのようにびしょびしょ。こんな早く起きるの分かってたらね、焚き火ね、ちょっとぼやけちゃってるか、ぼやけていく
焚き火の木をね、もっと残しておけばよかったよ。タープもやば。どうしよう、とりあえず洗い物してきますわ。杉島がこのうちに静かにしてきます。いいでしょう、この朝の雰囲気。続々とね、周りのキャンパーも起き始めてますね。あったかい飲み物買ってくればよかった。お茶買って温めようかな。朝日がいよいよ出てまいりました。綺麗。キャンプ場全体から焚き火のね、匂いがうっすらと香り始めてきました。すごくいい匂いとね、いい雰囲気です。これがあるから、ふもとはね、この雰囲気があるからね、また来たくなりますよね。売店開く頃にはね、おそらく焚き火やる気失せてると思うんで、今回はねしないでおいときますか。いい雰囲気でしょう、この朝のキャンプ場。ほんと好き。はい、ミルクティー買ってきました。本当はね、コーヒー飲みたかったんですけどね。おお、びっくりした、びっくりした。へへへ、温めすぎましたね。ミルクティー温めて飲みます。はい、修復の時間と、そして富士山は見えずと。いただきます。あ、落ち着く。ちなみにですね、今ミルクティーのね撮影をしていましたら、ここにね、この股間のところにちょうどコップ乗っけたんですよ。で、その熱々のミルクティーを股間にこぼしましたね。一人でね叫んでましたよ。この惨めさたまらんっすね。これもまたキャンプのね醍醐味の一つですね。ちょっとね、動いてないと寒すぎるっていうのと、本当に結露やばいんで、一人でね、大工事してますわ。大移動させよう、荷物を全部。で、これ拭かないと、少しでも。で、空もこんな感じで晴れなさそうなんで、動きます。見て、こんな状態にしたった。おかげでね、結露、水滴がね、下に落ちております。ちょっと風情なくなっちゃいましたけどね。これでみんなに怒られるのかな。見えますか、この無限のしぶき。見えないかな。見えない。いくらやっても取れない。無限。はい、みんな起きてきました。そして、今日のですね朝食は、昨日買った茶碗蒸しと道の駅で買ったこの巨峰をいただきます。巨峰が今年初なんですけど、超うまい。うん、うますぎる。マジでうめえ。茶碗蒸しいただきます。あー、熱そう。マジか、うますぎる。朝に最高。うん、うまい。飯も食い終わって、タープもねおかげさまでだいぶ乾いたので、もう急いで片付けます。電池がなくなってきた。片付け終わりました。あらかじめねやっておいたっていうことがありまして、すぐ順調に終わりました。そして最後に富士山がね頭を覗かせてくれましたよ。では帰ります。今回はね
いろいろ寝不足だったり、ご飯がね、買い出し行けなかったりだとかね、いろいろトラブルがありましたけれども、やはりね、好きですね、ふもとっぱら。コロナ対策もしっかりしていて、トイレもウォシュレットついてますし、広々とした感じの雰囲気がすごく良かったです。また機会があったらね、来たいですね。ちょっとね、電池がないから急ぎ気味で、終わりたいと思います。この後は富士吉田うどんを食べて帰りたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。